この店の一番は何ですか？娘です。え？保険屋なのに娘さん？さんということで、はい、天王町商店街協同組合さんにお邪魔しているわけですが、はい、ケンジル君改め今日は食い込め、みんなパンツ食い込んでるかい。またなんで今日は、いや私やっぱりこれが職業なので、あー食い込めんが、はい、やはりこういう時にやっぱり怪我とかいろいろあるんで、うん、なるほど。意外にこんな格好してるんですけど、老後ちょっと心配してるんで。中身はちゃんとしてるんですと、はい、石原田さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあそして保険とはほど遠いこの方、しんじさん。じーじー、しんじさんはこのなりを見ると保険なんていうのはかけたことないですよね。いや保険入ってます。保険入ってる、はい、どういう保険入ってる？国民健康保険。ああ保険証のね、あのみんな入るやつね。入ってるの？あのしんじさんが喋り出すとすごいバスがふかしてきましたけども、はい、まあでもそうですね、それじゃなくて、まあ、あるじゃないですか、よく CM とかでやってがん保険だとか、うん、そういうなんか病気に対しての保険なんですよ、そっちなんですけども、でもここら辺でね、はい、そういうとこあるかなって。もう立派な神社がありますよ、立花神社って書いてありますよ。おなんか神社がなんか言ってる、もっちゃん見て見て後ろに保険屋があるよ。え？お、あった！保険屋さん、こちらありましたね。じゃあ早速お邪魔いたしましょう。行きましょう。はい。失礼しまーす。こんばんは。まだ引くんですよ。ハビコラテレビ。こんにちは。こんにちは。こちらは保険屋さんで合ってますか？あ、合ってます。ああ、よかったです。まあまあ雰囲気も保険屋さんという感じですけども、はい、あの保険屋さんっていうのは、はい、ちなみにどういったお仕事なんですか？基本的に、はい、まあ、保険全般の、はい、お話は受けたまってまして。あ、じゃあ相談がある人が来て、そうですね、で納得したら、まあ、サインするみたいな、そういう場所ってことですか？そうですね、まあ、お見直しいただいたりだとか。あ、なるほど。今まで入ってる保険でまたなんかその条件が変わったりとかっていうこともできたりする？ありますね。はあ、なるほど。ちなみにですけども、はい、どういったお客様が来られるんですか？あ、やはり多いのは、はい、名義の変更だったりだとか、はい、まあ、住所変更だったりだとか。あ、なるほど。手続きのこの変更ごとで来られる方が多い。そうですね。ではちょっと目の前見ていただきたいんですが、こういう方たちは来ないですよね？そうですね、初めてのケースですね。初めてのケース。ちなみにですけども、はい、こういう方たちがこの撮影以外に来た場合はどうしますか？あの一応第一次選択っていうのは保険にはあるので、はい、メガネとヘルメットは取っていただく。なるほど。これじゃあもうケンちゃんこの時点で保険入れないです。え、入れないんですか？一応ちょっと確認しなきゃいけない部分があるので。僕ちゃんと保険料とか払いますよ。ダメなんですか？ちゃんと見ないといけない素顔。そうです、ね、もう決まりなんだ。あ、保険に入るにあたって顔を見ないとダメなんですか？必ず確認しないと。普段僕これでお送りしてるんですよ、仕事とかも。はい、ダメなんですか？ダメです。あの違う人を入れさせたりするのはいけないので。ああ、同じような格好してる人で違う人かもしれないから。そうですね。え、サングラスだけでもダメなの？これで入ります？そうですね、まあ、できればあのヘルメットも取っていただけたら。ヘルメットも取れるんですか？ヘルメットは無理っす。難しいですか？はい、難しいですか？なるほど。ヘルメット取れば OK だと。 OK ですか？しんじさんは？あ、全然大丈夫ですか？はい、問題ないですね。しんじさん今年でいくつになられたんですか？47になります。47にもなりましたし、はい、吉本からの収入は5000円ですね。月5000円ぐらい？いえ、年間5000円です。年収が5000円でも入れますか？多分その保険料で入れるものがちょっと難しい。なるほど。形に合うものは難しいと。で、審査あれですもんね、一回骨折れてほったらかしにして足引きずったままなんですよね。
で、そういうなんかやっぱり持病みたいなのあるとまた難しいですよね。あのそこの部位には条件がついたりとかすれば、はい、ああそう。あ、ただ5000円で入る。ただ5000円、年収5000円じゃちょっと該当しないえユーロなんですよ。じゃあ例えば僕、はい、まあもう見た目通りちょっと大きかったりするんですけど、はい、は入れたりしますか。大きい分にはあ全然問題ないですか、はい、持病をお持ちだったりしなければ。持病もあります。あります。血糖値やっちゃってます。入れる商品がやっぱり限られてくるけども、はい、でもこういった相談もこちらに来れば して、ね、見つけてくれるっていうことですよね。入れる保険も中にはあったりするので。なるほど、はい、ちなみにですけども、はい、保険って、はい、まあ、よくテレビとかで聞くのはがん保険なんて、ね、よく聞くんですけど、はい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 、それ以外に何種類あるんですか。医療保険だったりだとか。医療保険、これどういったこと。まあ、一般的に病気とか怪我してしまった時の時に降りる保険。そうですね、はい、うん。他に あとはまあ死亡保障だったりだとか。ああ、まあ死んでしまった時に家族に対して。そうですね、はい、はい、まあ、あとは老後に備える保険とか。まあね、あ、じゃあ、まあ、新次さんとかみたいに、まあ、今は働けてるけど、はい、老後、まあ、ずっと一人ですもんね、新次さんね、今もこの後も、はい、なので保険をかけとけば、ね、老後に保険として受け取れる。そうです、まあ、ただし、まあ、老後の保険っていうのは、はい、結構若いご年齢からかけておいていただかないと、はいはい、たまる分もたまらないので、はい、なので結構厳しい場合も、ご年齢がいくと厳しい場合もあるかもしれない。はい、じゃあ若いうちから保険っていうのは入っておいた方がいいっていうことなんですね。ちなみにじゃあその保険っていうのは、はい、いくつから入れるんですか。なんか大人が入るっていう、ね、はい、イメージがあるんですか。一応商品にもよるんですけど、はい、もう生まれてすぐの方が。え、0歳から、うん、そうですね。まあまあ入れるの親御さんなんでしょうけども、はい、へえ、0歳から入ってた方が、まあそのやっぱ積みどんどん積み立てられていくということ、ね、まあ、そうですね、まあ、少しでもお安く入れたりするので。じゃあおすすめはやっぱりその子供が生まれたとしたら、はい、もう0歳から入れといた方がいい、はい、そうですね。年が何歳までとかっていうのは決まってないんですか。 そうですね、それも商品にもよるんですけど、はい、まあ、今85歳まで結構入れる保険が。あ、そんなに入れるんですか。へー、あ、そうなんですか。全然、ね、いや僕らはまだ入れるんですね。まだまだ真ん中辺ですから、うん、まあ、ただ新次さんちょっと年収5000円だね。ちょっともうちょっと働いてください。探してもらえませんかね。ちょっとないですね、うん、なので、まあ、保険の進化を待つか新次さんがもっと稼ぐか。ああ、じゃあ保険の進化待つか。いや多分その頃新次さんはちょっと生きてるか分かんないですけど、先ほどからお話ししてて、はい、この奥にあるこれトロフィーですか。気になるんですけど。あ、これですか。これはトロフィーなんかで優勝したり。あ、そうですね、仕事で、はい、もうちょっと成績が良かったりして。めちゃくちゃいいってことじゃないですか。すごい。え、なん、え、こっちも。あ、そうですね、これももう今、はい、起ききれないんで家にもあるんですけど。すげえ。この番組はですね、はい、そのお店の一番なものというのを探して旅をしているんですけども、はい、こちらの一番なもの何でしょうか。一番ですか。はい、ただお店にはなかなかいないですけど、はい、娘ですかね。娘さんがいらっしゃる。娘さん、あ、かわいい。こんにちは。こんにちは。何歳ですか。5歳5歳か。幼稚園行ってんの。幼稚園行ってんの。何組さんなの。さくらちゃんで桜組なの。緊張してるの。俺らイグジットだぜ。違うね。みーたろうだぜ。さあ、ということで娘さんということなんですけども、はい、まあ、もちろん一番可愛いっていうのは分かるんですが、なぜ一番なんですか。やっぱりなんか、うん、仕事をする意味じゃないですけど、うん、やっぱり頑張りがいも出てくるじゃないですか、うん、娘がいてやっぱ家族があるからこそ仕事が頑張れるんだということなんですね。あるのかなっていう。ちなみにまだ保険は入られてないですよね。生まれて7日で入ってます。0歳で入られた代表ですね、じゃあ。すごいな。僕ら40年入ってないのに入ってんすか、もう。先輩です。先輩。桜姉さんです。そんな7日で入れる保険あるんですね。生まれてすぐに入れるんで。すごいね。なるほど。守られてる。うん。この店の一番、娘。
今年で6歳になるというさくらちゃんは0歳から保険に入っているそう。少し恥ずかしがりながらも元気に笑顔を振りまいてくれます。そんな姿を見て我々は両手ポッケで襟を立て、背中を丸めてとぼとぼ歩き、毎日を憂いました。もしも願いが叶うなら、この素敵な家族に私も入りたいと。はい、やっぱり大事な仲間ですかね。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやー、いい話聞けた。いやー、ちょっと本当に真剣に考えます。いろいろ考えないとダメですよ、将来もね。保険は大事ですね。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。いやー、やっぱり健康なうちに入らないとダメっていうことね。本当ですね。まあ備えあれば憂いなしっていうのも言葉の通りで、はいはいはい、まだまだ健康のうちになんかいろいろちょっと将来のこと考えましょうよ。そうですね、あれあれ、新さんいない、いない、帰っちゃった。あれ、今日のこじゃん。あの、僕、はい、あの吉本興業以外にも収入がありまして、はい、清掃業の方で収入がたくさんあるんですよ。はい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 。それだったら大丈夫ですか。あ、そしたら全然大丈夫ですね。あ、はい、あ、じゃあそしたらこちら受付表になるんでお願いいたします。はい。